じゃあ早速収録始めましょうか。はい。大事にしてるとき声に出してる。最初オープニングトークまた私から振りますか。あ、はい。はい。これをあスタートしてるんですね。はい、スタートしてますね。はオッケーです。あ、高部さんが。はい、おはようございます。はい。よし、じゃあ、いきますね。5秒前。4、3、2、1。時刻は18時30分になりました。この番組は、時の番人のストレスフリーライフの時間です。本日も MC を渡嘉敷香織が務めさせていただきます。またこの番組は、宜野湾のヒルズ通り、FM 宜野湾の海の見える素敵なスタジオから放送しております。あかりさん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、なんか私最近この上司から褒められることが多くなって。あ、いいこと。そう、なんか嬉しいんですけど、今までがこう私がやらかして怒られるみたいなことが多かったので、うん、ちょっとなんか怖くなっちゃって褒められられてないので、なのでなんか嬉しさもありつつ、突然こう厳しい人に褒められると身構えてしまうみたいな感情があって、なんか人って防衛反応ってこんなとこにも出るんだなと思って面白かったです。そう、なんか褒められて逆にびっくりしたことってありますか？褒められてびっくりしたこと、うん、あー、なんだろう、私なんか、ちょっと脳みそが男なので。なんかね、脳みそが男なので、可愛いねとか、そういうのっていうのを言われると、なんか想定してない、答えが返せないというか。なるほど、なるほど。ああ、でも、なんか可愛いねって言われたら、ちょっとフリーズしちゃう感じですか？結構。そうですか。うん、私、そういう時も、ありがとうございます。可愛い。あかりさんがこうした。そうですね、なんかもうピースしちゃいますね。でもずっとそうですか、なんかそう、うん、うん、そうですね。なんか結構ボーイッシュめなというか、硬派な男気のある感じの、なんかこう学生時代とか過ごされてたのかな。そうですね、いつも姉さんとか姉子とか。ああ、ぽいですね。でも分かるかも。もう前の職場で男前って、男より前に出てるって、そう。でもやっぱりなんか会社にこうちょっと思ってることを言いたいっていう感情とかもやっぱりそうですよね、うん、なんかこう女性は2歩下がって歩けみたいな時代から考えると、だいぶなんか男に引けを取らない女性みたいな感じで。そうね、男前ですよね。男前だったかも、うんうん、一応でも秘書業務もしてたので。あ、そっかそっか、うん、そこはちゃんと、うん、ね、社外的にはすごいおしとやかって見られていたみたいで、で社内的にはもうすごくハキハキとズバズバと。あ、大事ですね。でもこのメリハリというか、うん、やっぱりこうなんていうんですか、立てるべきところには立てるとか、そういったなんか塩梅の使い分けができるって、ね、できますね。はい、ちょっとね、今ツイキャス配信してるんですね。はい、はい、高子さんから挨拶が来ていて、うん、はい、なんかいろいろおはようございますって、でもこんばんはですねって。確かに今ね、ちょっと収録中、今昼間なので。そうですね。こんにちはって。はい、かたかちゃんさんから来ました。こんにちは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、本日のテーマが大事にしてること、声に出してるっていうテーマだったので、私もこの今身近でこう言われて嬉しかったことだけど相反する気持ちも持っちゃったみたいな風なのを思い出したんですけど。なるほどね。ね、そう、なんか大事に思ってること声に出してるっていう今日テーマでいこうってね、あかりさんと始まる前に話してたんですけど、うん、そう、これ結構すごく
大事というか、うんうん、あの声に出すと自分の耳にちゃんと入ってくるじゃない。あ、確かにそうですね。これ言霊の現象って言っていて、はいはい、言霊って、うん、いいも悪いも全部自分の中に返ってくるわけ。あ、確かに確かにそうですよね。いや、なんか悪いこともっていうところで私は結構ぐさりと、うん、そうそうそう、ね、うん、いいことだけを言うことって、うん、基本あんまりないっておかしいけどね、うんうん、やっぱり人間だから、うん、もうあの良くない感情も生まれたりとか、うん、でも声に出してしまうとそれを全部自分に返ってくる。ああね、うん、またそれをなんか他人で、あ、この人ブーメランだわみたいなの見るとなんか自分を律しようっていうふうに思ったりしません？あ、ね、うん、そうだね、反面教師、反面教師、うん、人の振り見て我が振り直すっていうね、うん、そういう感じかな、うん、なんかでも言霊っていう表現はなんかいい場面というか、なんかドリームズカムトゥルー的な意味合いでこう使われるような気がするんですけど、うん、なんか言霊なんというかこう夢を口に出してこうその実現に向けて頑張ろうみたいな感じなんですかね。あ、結構ポジティブなイメージだとそれね、うんうん、やっぱりあの声に出すことによって叶いやすくなるよってよく言うんだけど、うんうん、でも結構当たってると思うんですよ、うんうん、あの声に出すと、うん、自分に一人に言うよりも誰か聞いてくれる人たちが周りにいると、うん、あ、そっか、あかりさんがもしねやりたいこと言ってくれたら、うん、あかりさんってこういうことやりたいんだ、ちょっと応援したいなとか思って、ね、なんか人を紹介してくれたりとか、うん、こういうことやってみるとかっていう、うん、なんか引き寄せみたいなのが来たりしない？あ、それ思うかもしれないです、うんうん、それに今話してて感じたんですけど、こう言霊って私こういうことやりたいんだよねとか、こう誰かにお願いするんじゃなくてこうただ発表するみたいなのって恩着せがましくないかったり、こうな厚かましいお願いとかのイメージを受けさせないから、余計この、あ、この人のこと手伝ってあげたいっていうふうに思ってもらえるのかなとか思いました。あ、そうね、うん、確かにそうかも。ね、なんか、うん、なんか手伝うよってなりますね。うんうん、なるなる。うんうん、また この関係性もあるんじゃない、うん、なんかね、うん、あの友達だったりし、うん、ね、なんか親しい人だと、より、あ、そうなんだ、じゃあこういうのがあるよとかっていう、うん、もう本当に軽い気持ちで伝え、ね、教えてあげたりとかっていうのが、うん、もう日常的にやっていくと、なんかすごくあのなんかループしながら、うん、あのよく螺旋階段って私よく言うんだけど、はいはい、なんかもうトルネードしながらいい状態で上に登っていくっていう、はいはい、なるほどなるほど。なんか、うん、でもこう言霊ってあるから、こうみんななるべく口に出した方がいいって思いつつ、なんかできない要因として有言実行できなかったらどうしようとか、そういう心配事がありそうですけど、うん、そこら辺どう思いますか？ああ、そうね、うん、やっぱりなんか言葉に出すと、うん、やらなきゃいけないとか、うん、言っちゃったからもうちょっと逃げられないみたいなところを、うん、やっぱり人ってなるべく避けたい、うん、基本あの本当にあのやった時に やれたって言いたいかなって思うかもしれないけど、うん、でも言うことによってもっともっとあの違う意味合いで応援してくれる人たちの方が私は周りに増えると思うんですよ。なるほど。一人で、ね、やりきるよりも、うん、誰かの助けを借りたりとか力を借りて前に進んだ方が、うん、やっぱり楽しいっていう感情がすごく出るんじゃないかなって私が思っているところかな、うんうん、なるほど。じゃあこれってあれですね、なんか熱がなんか何事もこのやりたいことも夢も熱がある期間ってあると思うんですけど、それが冷めないうちに行った方が良さそうですね。そうね、なんか冷めつつあるとなんか行ったものの、まあ、やる気ないしでダラダラ過ごしちゃいそうで、うん、でなんか結局 あいつまた行ってるだけだとか、うん、なりそうな気がするから、熱いうちに行った方がいいのかなことが。あ、そうかも。今ね、高保さんがすごくいい感じのことを言ってるんですけど、周りを気にしては実行できないし、結果を気にしても進まないですよねっていうコメントが来たんですけど、うん、周りを気にするって、あの、だって自分がこれやりたいなって思うのは、自分に対して言えば思ってることだから、周りに対して、あの、
さっきみたいに、ね、あなたは私ってこと手伝ってって言ってるわけでもないし、うん、あのかえって周りのこと気にしすぎてるかもしれない。ああ確かに、うんうん、そうだって自分のことだから、あの自分がやりたいことを相手に伝えるのって、うん、じゃあ相手があなたできなかったからダメだったじゃんって別に非難するわけでもないから、うん、それにそんなこと言ってくる人はもう早々に離れたからそこですよね。もう周りにあの、ね、うん、ちょっと付き合い考えた方がいいというか、うんうん、やっぱ そういうことじゃないかな。意外と周りの目を気にしてるから言わなかったりする、うん、ああでも今私が言った理由は全部周りの目ですね、うん、確かに言われてみると。そうそうね、好きかって言うけどね責任取らないからねって高保さんからなんか嫌な思い出でもあるんですかね。あったのかないやでもなんかここでなんか FM リノワンでラジオをされる方たちはみんなこうなんていうか有言実行っていうことにとらわれずに何でも一回自分の口から言ってやってみようみたいな精神が強い人が多いような気がしますね、うん、なんかラジオを始めるっていうこともねあんまり簡単なことではないので、まあ、とりあえずやってみてそこから形を構成していくみたいな感じがすごい、うん、そうね、あの言ったからといって、うん、もしかしたらできなくてもいいわけ、うんうん、でやっぱりその時に自分の感情が動いてるからその感情をはなんだろう声に出したりとかっていう、うん、あのアウトプットができてるかできてないかぐらいの違いかなと思うので、うんうん、そう、まあ、無責任っていうかもしれないけどね、好き勝手、ね、周りがもし言って無責任じゃないですかって高本さんも言ってるけど、うんうん、でも、ね、それはやっぱりあの意外と皆さんそんなにあの思ってるほど、うん、ああじゃないこうじゃないっていうのを言うのは少ないんじゃないかなって思う、うん、意外と思ってるより周りは優しいかもしれないって感じですよね、うん、確かに何か私もだってあいつ有言実行してないって思ったことそんなにないですもん、うん、まあ、ちょっと嫌いな人には思っちゃったかもしれないけどでもね、まあまあ何か思ってても言わないですしね、言わないし、うんうん、なんか好き勝手やるっていうのってなんか今までないがしろにされ続けてきた気しますよね、うん、なんか、うん、なんかとりあえずみんなの輪を乱さないようにみたいなところに私はとらわれてた気がします。そうね、やっぱり人の関係性悪くしたくないってみんな思ってるから、うん、あのまあ、言わないことがなんか正しいって感じたりとか、言わないことであの人間関係を保ってるってところもあるかもしれないけど、うん、なんか自分の感情を伝えるのもいいけど、相手がもしあの違うことを、うん、ね、まあ、なんだろう、矢を向けてきたりとかしてる時に、あ、まあ、そこで相手のために、うん、これはちょっと今の言葉は違うよってちゃんと伝えてあげることは私は逆に思いやりじゃないかなと、ね、ちゃんと真剣に向き合ってますよっていう、うんうん、そうですね、それになんか自分でこうなんていうんですかね、こう自分に言った言葉って全部自分に返ってくるっていう考え方を用いると、うん、こうなんか自分がこういうことも言ってるから、こう他人のそういう発言も受け入れる度量がどんどんなんかこう作られていくような気がしますよね。そうそうそう、だからなんか相手のこのこういうことやりたいんだよねっていうことに対してもなんか自分がそう言い続けてる立場だったら、うん、あ、じゃあ頑張ろうよってなるし、うん、なんか自分が文句ばっかり言う人間だったら相手が文句ばっかり言ってても、なんかもう、あ、なんか、なんて言うんですか、それをもう受け入れざるを得ないっていうか、うん、から、だからそんな人間よりは、やっぱりポジティブな言霊を、なんかできる人になった方がいいですよね。うん、そうね、うん。もう気にしなかったりね。もうこんなこと言う人は、いよいよ、もういいよって気にしなかったりとか、でもあんまりちょっとね、周りに悪影響すると、うん、やっぱり違うんじゃないって思いやりでちゃんと伝えてあげるとか。うんね、で高本さん、あかりさん気遣いすぎだよって一応そんなことはないんですけどね、なんか、うん、ね、テーマがこういったことなんでね、うんうん、そうそうそう、でも言霊ってやっぱり夢と結構つながりますよね。つながるかもね、やっぱり思ってることを、うん、あの声に出したりやりたいとか思ってることをちゃんと言うっていうことは、うん、やっぱりあの自分の行動を変えようと思ってるとか、うんね、今じゃないことをチャレンジしたいと思ってるからやりたいこととかって声に出して言うんじゃないかな、うん、
なんか今私も思い出したんですけど、うん、なんかありました、言霊でこうなんか夢に近づいたことが、うん、そう、なんかちょっと2年前かな、2年前に私があのいつか自分で書店を開いてみたいってことをみんなに言ってて、でなんかまあ開いてみたいけど何したらいいか分かんないんだよねってずっとなんかまあ自分のなんか一個のどうでもいい話として披露してたんですけど、そしたらそれを聞いたこの私の知り合い、書店をされてる方が、なんかじゃあうちの棚一棚借りて週に何回か店番していいよって言ってくれて、でそっから私はこの人のお店で間借りの書店を小さく始めることができて、だからあ何でも言ってみるもんだなって思って。新しいね、でもこの曲がりの書店って初めて来ました。そう、でもなんか最近増えてて、うん、ヤンバルにもなんでヤンバルって思ったけど、なんか喜女家っていう結構奥まった地域で、うん、私と同世代ぐらいの男の子が店長で、この一棚例えば3000円とか決めて何個か用意して、この棚主さん募集してこの家賃払ってもらって自分の好きな本を置くみたいな。のが素敵、そう超素敵なんです。でこれがどんどん埋まりつつあって、うん、でその分人との関わりも増えるし、うん、出入りする人も増えるし、いろんな考え方が入るから一人で棚を作るより楽しいんだよねって言ってて、うん、そうなんか新しい本屋のスタイルだな。へ、身近ですよね。しかも身近、あのね、うん、本でコミュニケーション取る人がいるじゃない、うんうん、なんかこの本あなたに合うと思ってちょっとおすすめですとかって渡すときなんかそういうこと、うん、あそんな感じもある、うん、起こりやすい場所ですよね、うん、きっと。だしやっぱり自分がいいと思った本を並べるっていうのが何人もいるから、だからこの悪い本というかあの、まあ、まあ悪い本って言い方は失礼ですけど、ちょっとあの人を傷つけるような内容の本も中にはあるので、うん、そういった本が並びにくいっていう要素もあると思いますね、うん、だからすごい素晴らしい取り組み、すごい、ね、うん、また好きな本を並べていて、そこに来てくれる、うん、手に取ってくれる人っていうのはやっぱりあのなんだろう、あ、自分と似たような感情を持ってるとか、うん、なんかこの感覚を持ってる人だから、うん、あの会ったことなくても、うん、なんかすごくなんか親近感というか会ってみたい人になったりするかもしれない、うん、それに店番とかしてたらこうやっぱり話すきっかけにもなりますからね、うん、私が入れたんです、この本好きだったらこういうのも好きですかとかね、なるきっかけになるし、やっぱりこう言霊きっかけで何かが始まるっていうのはありますよね、思わぬ方向に。すごい、うん、ああ、ね、棚主って、うん、すごくなんかいい響き、うん、いい響きですよね、ちなみに那覇でもされてるお店があって、かおりさんよかったら後で紹介します、ね、あ、ぜひぜひ教えてください、はい、面白いと言うと思いますね、とってもいいね、うん、だからね、うん、やっぱりこの取り組みもそうですけど、大勢と関わりを持つときってやっぱどうしてもなんかいろんな人と話さないといけないじゃないですか、うん、だからその時にこのなんて言うんですか、こうやりたいことを言い続けるって大事なんだな、うん、あ、でも今日なんか私一つ勉強になったことがある、うんうん、言霊って言葉を発しないといけない言霊って結構捉えがちだったんだけど、うん、あかりさんが言う本を通して言葉を通した、うん、確かにコミュニケーションも言霊なんだなって、うん、あ、面白い、うん、そうですね、うん、なんかだって発しなくていいじゃない、確かに、うん、でもこの本を通じて、うん、ね、あの人と通じ合うことができたっていう、うん、そうですね、うん、それなんか言葉、対面での言葉って誤解も生まれやすいですけど、やっぱり本だとね、なんか人と人の間にこの紙媒体っていうワンクッションがあるから受け入れられるものもあると思うので、うん、なのでいいですね、いい言霊のなんかバリエーションがすごくいい感じ、うん、なんかね、この一文って私気に入ってるんですよって言ったら、あ、わかるっていう、うん、あ、それ似たようなことを私も経験あります、うん、なんか私のお店はこの酔っ払った人もたまに来るんですけど、うん、その人に旅行者だったんですけど、なんかお兄さんがお姉さんのおすすめの本一冊教えてくださいって言ったら、
もう酔っ払いは詩集を読んだ方がいいですよって言って、私はもう6冊ぐらいおすすめの詩集を持ってきて、この中からなんかお互い読んで好きな一節を披露し合いましょうって言って、うん、これで好きなのを探して一斉のでって見せ合うみたいな遊びをしてました。いい。超楽しいですよこれ。あかりさんめっちゃいい。なんか本当ですか。うん、これあの妹ともやるんですけど、やっぱり文字を読む習慣にもなるし、うん、なんか自分の感性と似たものを探すってすごいあの、いいような気がしました。いいよ。すごい。なんか本はちょっと私はなんかなんだろう、なんか身近になかったけど、うん、あの私どっちかって歌。歌詞、歌の歌詞、うんうん、とかがある、あるかな、うん、なんかエモーショナルな気持ちになりますね、うん、リズムが乗ると。そうそうそう、うん、もう曲やっぱ音楽って私結構身近にいつも何か、うん、あの仕事を集中したい時って逆に音楽鳴らすんですよ。ああそうなんですね。うん、聞いてる方がいいという、うん、ああでも確かに、うん、雑音が入るよりは分かってるリズムが入る方がいいかもしれない、ね、そうで好きな歌手の音楽だったりとか、うん、好きな曲をずっとリピートで聴くとか、うんうん、そう会社で残業してる時ってずっとあのガン一人の時とかもガンガン鳴らしてそういう時があったかも、うんうん、なるほど。やっぱりこう言葉ってなんか自分が発さなくても受け取るものもいっぱい溢れてるんですね、うん、それも全て言霊ということ、うん、確かにそうかも。高保さんも、うん、なんかね、あの聖徒の聖的な言霊は本だねって、うんうん、ですごく風流ですねってそうですね、うん、本当に面白い発見でしたよ。今日私もなんかこういう流れになって嬉しいです、ね、やっぱり会話があるからこその気づきですよね、うん、でなんとお時間が残り5分少々と、うん、早いですね。早いですね。で今日結構いろいろ盛り上がっちゃったね、やっぱテーマ決めて話すっていう、ね、うん、いい、そうで、ぜひね今日あのツイキャスも流してコメントもいただいたんですけど、ぜひあのメールの方もいただきたいなと、コメントいただきたいと思います。はい。メールアドレスが、はい。797@fmginowan.com です。FM ギノワンの YouTube でも放送しておりますので、そこの方からご覧になってコメントもいただけたら嬉しいなと思いますので、皆さんお待ちしております。本日もカリさんありがとうございました。ありがとうございました。でも、そうですね。あと3分ぐらい。はい、ありますが、なんかまとめとか、そうですね、今日やっぱり感じたのは、うん、言霊って声に出す言葉だけじゃないんだなっていうところが、うん、あの新鮮でしたね、うん、いやなんかピコーンって感じ、そうそう、もうなんかもうアンテナ立ちまくりみたいな、なんかすごい点と点でなんかバラバラにあったこうものが一気にギュッてなんか近くなったというか、線で結ばれたような発見でした、うん、そうだね、やっぱ人と人とをつなぐとかって、うん、やっぱり何か感情を伝え合ったりするっていうところが、うん、私はあの声だったりとかっていう言霊なのかなっていうところの結構思いが、うん、まあ、私はお話しするのが好きなので強かったんですけど、うん、やっぱあかりさんが今日ね本がすごく好きで、うん、言葉っていうのを大事にして普段からね、うん、大事にしてるっていうのがすごく感じるので、本と本のこの好みとか、うん、この一つの文章を通して、ね、うん、好きなものを伝え合うっていうところの、うん、やっぱ感情の、渡すっていうところが、うん、もう本当になんか今日大きくズドーンってきた言霊っていう。なんかこれについてまたなんかこう、うん、新しいこうなんか発想に結びつきそうでいい発見でした、ね、いい発見でした、うん、ちょっと今日はあのこの今日のヒントをもとにちょっとセミナーで話してみたいなと思いました。それ聞きたい、うんうん、あかりさんのこの本を通してっていうめちゃくちゃ良かったです。うん、私もこういう気づきができて嬉しいです、はい、で私の番組はねやっぱり時間をどうやって使っていこうかなとか、それを豊かにしようかなっていう感情をねやっぱり豊かにしましょうっていうのが本当の人生の時間を、うん、あのやっぱ大事にするっていう生き方じゃないですかって常に伝えているので、ね、まあ、いつも私番組名を言うのを忘れがちなんですけど、あのね、最後にこの番組はですね、はい、時の番人のストレスフリーライフのお時間ということでお伝えしています。皆さんのね、やっぱり時間っていう捉え方でストレスがない、なんかやっぱりもっと自由な発想の人生が送れると思うので、そういう時間を皆さんも過ごしていただきたいなと、今日本当に
改めて言霊を通して感じました。はい、今日もありがとうございました。あかりさん、今日もありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、高尾さんも土曜日仲間としてよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、はい、終了しますね、はい、大丈夫です、はい、お願いします。あれ